1974年のヤクルトスワローズでは、1974年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、荒川博監督の1年目のシーズンである。1971年から、ヤクルトの指揮を取った、三原治前監督が、日本ハムの球団社長に就任するため辞任し、荒川博が監督が昇格した。荒川監督が就任した。 直後の虫プロダクション倒産により、アトムズの名前が使えなくなり、1965年以来9年ぶりにスワローズの名前が復活。首脳陣も刷新され、荒川監督は巨人時代の同僚だった広岡達郎をヘッドコーチに、毎日時代の同僚だった小森幸樹、沼沢幸一郎を守備総類コーチと打撃コーチにそれぞれ迎え、早稲田大学出身の 壮大カルテットを組んで、シーズンに臨んだ。荒川新監督のもと、投手陣では、松岡博士、浅野啓治、安田武史が、最後までローテーションを守るなど盤石で、防御率3.14は、リーグ2位で、打線も、若松勤やロジャーレポーズが活躍したが、打率と本塁打は最下位に終わった。6月まで最下位のチームも夏場以降成績が上向き、8月には4位と、 順位を上げていくと最後は、阪神の急降下に助けられて3位に浮上。20年ぶりに、優勝の中日に12ゲーム差をつけられながらも1961年以来13年ぶり、ヤクルトスワローズとなって、初めての A クラスでシーズンを終えた。対戦成績では優勝の中日に8勝16敗2分と、大きく負け越したが、苦手の巨人には12勝13敗1分と、検討した。 ありがとうございます。